そちらの方に向かったかと思われます。それでも33名の方が来てくれました。ランクアップ町田来たーつってさあ編集点切ってまでランクアップ町田を盛り上げていくスタイル。前回ピックアップに挙げた謎の留意層をぶっ放したクラリバーサステツラグナ、お互い8段同士ランクアップ待ちかかってるな。テツラグナの方、さあ今回もピックアップに入っちゃうのか。クラリライチが画面端、テツラグナが勝利を落としていく。 6C ガードして逃げていきたい。とりあえずこれは頭向き置いておく。当たったら美味しい。もうヒットして体力が逆転する。1通下はガード、ここは獅子、これかなり美味しい。ここはバーストしていく。立ち見 6A から 6A 再生、体力回収ルートなんですが裏行っちゃう。ツーバメガードされてクラストリガーに対してバースト、これはカウンター、おそらく昇竜が漏れちゃった感じ。ザンビー指導から、100歩入れて 6D が当たらない。画面端、おっとこれはうまい。棒があるから大丈夫でしょう的なことに対して昇竜クラストリガーガード、これ半角がないです。ザンビーめくりからゲージ使って 3C 窓デッドスパイク、タッシージャンシーベリアル、タッチ、タッチ2、昇竜締め、約4000、残り体力1割切ったライチがちょっと厳しい状況。ガントレットハウス、立ってしゃがむの見えました。さあ先に1本取ったのはランクアップかかってるテツラグナ。さあ、和気あいあいとしてるビッグワンの大会ですが、後ろからオーディーすら良かったと言ってる声も聞こえたりします。1本取ったラグナー、それに対してライチが追う。お互いバーストはない状況。ここはジャン 2D だったっけ、ガールが当たってその後の立ち見からしゃがみカウンター、画面端行って、おっと2辺から、おっとガントレット恥ずかしそう。2発目直側してはぐっていく。立ち見スタートなんでそこまで痛くないでしょうか。置き攻めセット、立ち見から 4D ガード、これは半角になったのでしっかりロマキャンでフォローしたところダブルアップのガントレット恥ずかしさ刺さる。ザンビーとボー同時ヒットしたっぽい。勝利はロマキャンして、ここはもう一回立ち瓶から割っていく。 3C が当たらず 2A 固めてから 2C 暴れ潰し、昇竜出ちゃった。しかも D 昇竜、立ち瓶カウンターから 6C、 ここは勝ちに行きたい。バースト入っちゃうが、さあワンチャンスあるか。ラグナガーがここバースト入っちゃったんでなんとかものにしたい。ジャン A から昇竜入れて置き攻め、クラストリガーはバリア張って逃げる。シュンに対してジャン A が勝つ。じわりじわりとライチの体力が削られていく。ここは前転ツバメ、強気にぶっ放していった。おっとこれどういう駆け引きなんですかね。一通に対して下段はない、無敵はない、ガードポイントはないんですけど 2D が届かなかった。そこに一通が刺さって以下略から最終的にラグナが勝利を決めてる状況になってる。あーまた出ちゃう勝利、ここは素手だからそこまで痛くないですかね。割っていくガンハ、ジャン CC ベリアル、タッチ C、タッチ D、ヘルズ締め、置き締め、ジャン C 重ね、詐欺重ねになりやすい。ここは嫌って勝利にバースト入っていく。ライチの体力が残り3割切ってない。おっと2に対して 2B 差し返しになった感じ。1つ下段が刺さってワンチャンス、チューン、あーっと裏回りしちゃった。しっかりフォローしたんですが1つした、体力がこれで逆転してる。ジャン 2B から100歩バーストあったまる、ここさあバースト溜まっちゃったから警戒しちゃったことある。ヘルズから下段通して 6C ジャン CC ベリアル、タッチ D オーバードライブ、タッチ D カーネイジシーザーと。さあ正解なんじゃないですかね。おっともう一回、もう一回今度は木原、あー風邪やインフル大丈夫でしょうか。あのもう感知しました、3週間も前のあれなんでね、ありがとうございます。さあ今度はですね木原、あ鉄、そっか鉄ラグナが今の試合で9段になって、今度は9段の木原がランクアップと。さあジン VS ラグナ、いわゆる主人公2キャラなんですが、今回ジンは最強キャラランクに位置付けされてます。タッチ置きカウンターバグリンから、これは引っ張ってもう一回タッチ、このタッチがとにかく強い。ここはバックスで回避する。ジャン A からひじろし中段でタッチ D ヘルズ、ちょっとでも体力回復したい。昇竜ちょっと警戒してから 6B タッチくらい、非連想そこだ、あー音が目なし、
タチミタチからゲージ使ってサンシーマダオデッドスパイクタチシージャンシーベリアルタチシータチディ、ヘルズが昇竜。さあどうだ、やっちゃった感じかこれは。さあサンシーからしっかり乗り込む。さあ一本取ったのはランクアップかかってる木原人、あ失礼、あんこちゃん人。おっとうまい、タッチタッチ2人に対してしっかりとダッシュロタチビーで割っていったのはテスラグナ。しっかりとサイドアップ、ヘルズもう一回同技だったんですが今回打ち切る。やったやられたらやり返す、勝利ぶっ放していく。列強カウンターからのコンボ、裏回りからダブルアップ成功。ちょっと待って 2B、 体力はまだ若干ラグナ有利ですが、ここは 2A が、しゃがみ状態にヒット、体力回復パーツ、タチビーから勝利入れて、これでごぞっと500ぐらい。さあ 2A から消えていく、ここはタチシーの、 あの逃げっぱに引っ掛けていく、うまかった。デッドスパイク西井タチにカーネジット。さあ11、さあ11の状況はワーストはお互いまあたまりますでしょう。先手取ったのはジン、タチビーから引き寄せていく。このタチビーも地味に必要ですよね、引き寄せやっぱり強い。しかも2段とも引っ張るようになりました。さあ投げてくるサラグナがガントレットハーレス、タチリーヘルズ、タチビー昇竜で、いい感じのダメージ。 2A から画面端 2D 当たってプレッシャーかけてくラグナ、タチビー三振、おっと爆生、しかし上は逃げ見えている。さあ残り体力が4割切ったジンが画面端位置入れ替えることには成功。 2D ガード、タチ避け、タチリーからこれダメなんですよね、みんなやりたくなるんですけど、ここが一番ダメなんですよ。さあ一気にジンのターンになっちゃう、下段タク無駄だっつって。さあここはさすがにやりすぎた感じ、バースト使って体力並ぶ、空中昇竜、ロマキャンから昇竜してまだ生き残って投げをしっかり返してる、めくり、さあとかすぐない。さあワンチャンス、ハーデスカード、その後はジャンシー、タチミ、あと続かないがタチミ。さあこれが、これが銃弾やーっつって、これが、これが銃弾の力や。さあダブルランクアップしましたお二方。さあ9段テツラグナと10段ジンガ。さてさて、あーですよね、さすがにそんなにうまくできてないですこのゲーム。さあ、8段同士の戦い、そして9段同士の戦い、今度は10段同士の戦いになりました。今ランクアップしました木原陣に出して出てくる中堅 R、R プラチナ開幕、ミサイルに出して 2D 刺さる、これは美味しい。即バースト入って 3C、 これ低姿勢なんですよね、下潜っていきます。ジャンシーから牽制合戦でダメージを奪ってるのは先ほどとは見違える動きをしている木原陣です。体力3割削ったところ、お互いまだ中間距離の牽制に行く。ここはジンが踏み込んで中段で崩して投げはしっかりとフォローする。ここは 2B が刺さるが後がない、飛翔剣使ってプレッシャーをかけていく。ジャンシーがあるせいで上から行きにくい、ジャンジシーからしっかり人確認していく、低ダウン GC 入れて、ここは、無双から石化締め置き締め、立ち B から6へヒット確認、ロマキャンしてからこれは殺しきれるでしょう、石化ダブル石化まで行ってしっかりと殺す。さあバースト入っちゃったプラチナがちょっときつい状況になりますが、開幕で今日強気のスタイルは強いです。タチビーから、3C まだ、あーやりすぎてました、タチビーから 6C、 中央だとプラチナのコンボはちょっと安いので、使うのはありですかね。ここは 2B ヒットから攻め系、タチビーから 2B ガード、タチビー 2B、 タチビー 2B とプレッシャーかけていく。ここはジャンシーがめくりになっちゃう、さあジンのラッシュが続く、セッカー置き攻め、タチビー上入れっぱにおそらく引っかかった感じ。ここはミサミサダブルミサから上は抜けるジン、でコボさあ強いです、ニャニャンとダメージ2200奪って攻め系になる。プラチナのこの猫が強い、ここは上を潰したかったもの投げて、その後のタチビーが繋がるからヒットバグに大きい攻め系とか、ここあ消えた、殺せんのかな、さあ殺さない中段、さあここはロマキャンして殺していく、下がったら木原陣、木原突勝から 6C オバドラで殺せなかったかな、まあですね、今渋谷で頑張ってます。
今日はですね、裏にアークカップかぶっちゃったんで、うちからの精鋭2人、送ってます。そのうちの1人がダイワさんですね。中堅大将戦、ジン VS ジン、同キャラ戦となりました。木原 VS、言った陣だよね。勘違いする、そう言った陣だね。さあピンクの方が言った陣、おっとレヒをぶっ放したのは木原陣。投げで崩してしっかりとダメージを取っていく。黒い方置き攻め、逃げから中段はかなり早いタイミングでロマギャンしている。ダメージを奪って6シーセッカー、立ち見西井から、これは膝んじめ、すかし下段はしっかり合わせる。西井は頭無敵がついてるんで結構過信、おっと非連鎖、6シー無双、立ち見セッカー、立ち見セッカー、ダブルセッカー、6攻め上通って位置入れ替える。体力は1割バース4割、ワンチャンス見えてきてる。ジン大きい立ち C 立ち D、これが強い。ジンさあ1本取ったのは大将のユッタジン。開幕にリーはガードしてペースを作りたい。ジン同キャラのペースの作り方はどうなんですかね。さあ立ち A 対空からここは下攻め、列強置き攻め、しかし投げはしっかり返す、立ち、おっとこれはうまかった。DC 体育おいしいスタート、立ち B 立ち C から浮いちゃったから膝んじめ、2600家体育でアユストル、リレーで主導権、立ち踏み込んでくる。さあこの立ちをどう対処するか、同キャラ戦の肝になってくる。クラッシュトレガーガードする。さあここはじゃあ家体育をジャーニー C 高出しで潰していった。手出し C から立ち A、これは補正切りのパターン。さあジンはこういった補正切りはかなり強いので、さあこれが10段や10段の底力や。さあ実況も止まるほどのわけわからない行動、最終的に1本取り返したリーチをかけるな木原。裏回りに逃げから、さあ冷静にダメージを取る言った。おっと吹雪中段ペースを作る、あーやりすぎ、さすがに怒られました。ここはバースト引きずる押し成功、立ち A から投げを開始する、届かずにもう1回空投げ、しかしジンの空投げ位置入れ替えちゃう。ジャンシーカウンターからここは凍結、地上に引っ張り出す。さあ体力が3割切ったジン、過去ピンクの方石井カウンターするか、あとが続かない、位置入れ替えて自分から画面端行っちゃう、ちょっと厳しい状況になる。しっかりとガードする、言ったん出して非連鎖、ここは届きます。ポッション2段ヒット 6C から、無双を入れてダメージを取る、これで耐えるか並ぶ。踏み込んで、さあゲージが怖い、非連鎖があるからお互い 2C 打って上潰す、中段をガードする。さあそれを見越してちゃんと、確認はしていました、ロマギャンしてません。踏み込んで投げを回避、立ち置き、体力が逆転する。ここはガーキャン使う、ギリギリの過激、これは2D に出して衝撃をぶっ放し、おっとまだまだ分からない、非連鎖反撃がない、くー投げ、立ち見立ち、さあさせねえよと、させねえよと、希望を見させておいてさせねえよと。さあこれが10段と14段の差ですね。ロストごめん、ちょこっとだけ始めるの待って、ってことでダイヤ戻しますね、の時代使っちゃってください。さていよいよ対象戦となりました。うまいことシーソーゲーム、そしてランクアップマッチ大量発生している。最終的にはアズラエル VS ジンの構図、ロストヘッドアズラエル VS、ユタジン、開幕テンション握ったらしい、ジャンエー対空から引きずり下ろし、ここは2位をしっかりガードしている。画面端グローラー強気にぶっ放していく、ファランクス、さあこれは美味しい、三振、おーっと六振、相打ちになっていく、グスタフからペース握る。立ち見の試合はジンの方が早かった、体力は5分、おーっとさあなんだこのチーム、なんかいろいろやらかしてくれる。ジャニシーからグスタフ、六振はジャンエーの方が達成が早かった。グローラー強気に打っていって
塩剣縦にして攻めるジン。ここはバースト使って体力が5分、お互い中間距離のお互い様子見。さあ先にせ下火を切ったのはジンの投げ、これはまだ死なないでしょう。せっか奥攻め、ここはガーキャンです。グスタフ届く立ち合いから、ここは勝利を警戒しつつ逃げていく。まだワンチャンスある。これがアズラルの怖いところ。立ち合いからグタグジャイ引きずろし相打ち、グローラー打っていく。これ確定臭い。体力5分の状況から吹雪ノーマルヒットはまだ大丈夫。リビガード立ち入りから、さあその後が怖かった。しっかりガードする。グスタフそう空中ヒット、ロクシー空中ヒット、立ち入りからここはガキャン、グローラー、さあ押し置き。リーチをかけたのはユッタチーム過去千葉勢。西井から 6D ガードする。しかしアズラエルが無情にも立ち振っていく。ここは、サンディのスカリに立ち入りさせたのジン。しかし弱点は上がついちゃいました。中段はヒットしてもその後が続かない。体力が5分の状況、お互いバーストもない状況なのでまだ決まり手は薄いですが、立ち入りはカウントするグローラーに押し置きしていく。ここは早めのバースト、立ち入り立ち入り牽制 6C でペースを作りたいアズラエル。 6C3C おっとバックステ読んでいる。セッカーから補正切り、 6B ガードしてから潰していく。残り体力3割といったところ、次崩されると死ぬ。中段から 6C6D ラン CC 立ち火立ち火が略、ギリギリ死なないけどドット残るアズラエル。めぐりガードさあ削りでも死んじゃう。ああちょっと待ってヒルソー、さあ変わったな言った人。